早稲田大学スポーツ科学部の学部紹介を行います。早稲田大学は1882年東京専門学校として設立されました。スポーツ科学部が誕生したのは2003年ですので、スポーツ科学部は比較的新しい学部ということができます。しかしその源流は1964年、初めて日本でオリンピックが開催された年に設立された教育学部教育学科体育学専修にあります。これが人間科学部スポーツ科学科、そしてスポーツ科学部へと発展的に改組されてきたということになります。スポーツ科学部は設立当初スポーツ医科学科とスポーツ文化学科に分かれていましたが、2010年に一学科制、すなわちスポーツ科学科のみに再編されました。これは後でも述べるようにスポーツ科学という幅広い学問をまず全体を知っていただいてからそれぞれの専門を深掘りしてほしいという思いからであります。2023年にはスポーツ科学部は20周年を迎え、さらに今後の発展を遂げていきたいと考えております。スポーツ科学は比較的新しい学問分野です。そのせいか、スポーツ科学と聞いても、その内容や勉強、研究することがどういったことか分かりにくいということもあるかもしれません。スポーツ科学とは、自然科学から人文社会学までスポーツを対象とするあらゆる学問が複合した学際的な分野です。一般的な学問分野がその方法論によって縦割りになっているのとは違い、スポーツ科学はスポーツを対象に自然科学から人文社会学までさまざまな学問分野の方法論を横断的、複合的、学際的に用いてスポーツの本質に迫ったり、スポーツをより良いものにしたり、スポーツを通じて社会をより良いものにしようとする学問分野です。学ぶ側から見てみれば、スポーツというテーマを用いながらさまざまな学問分野の方法論であったり原則を学ぶことができるということになるかもしれません。スポーツにはするという関わり方だけではなく、見る、支えるなどさまざまな関わり方があるため、スポーツ科学部ではスポーツに興味のある方すべてを求めています。もちろんアスリートとしてスポーツをするという関わり方も代表的な関わり方ですけれども、スポーツを見る、支えるといった関わり方はスポーツを盛り上げ、スポーツを通じて社会をより良くするという観点からは欠くことのできない役割だと考えられます。例えばスポーツを見るのが好きな人はそのスポーツの良さをいろいろな人に伝えるといったことに長けているかもしれません。スポーツを支えるという関わり方の中にはコーチ、トレーナー、アナリスト、フロントなどさまざまな関わり方がありますけれども、スポーツ科学部ではこういったものに対応する教育プログラムを用意しています。早稲田大学スポーツ科学部は2021QS 世界分野別大学ランキングにおいて世界41位、国内1位の実績があります。今後も早稲田大学スポーツ科学部は国内を引っ張るだけではなく、アジアのリーディングユニバーシティとして活躍していきたいというふうに考えています。ここからは早稲田大学スポーツ科学部のカリキュラムについてご紹介していきます。早稲田大学スポーツ科学部は幅広くスポーツ科学を学ぶことができます。その一例としてここに選べる6つのコースを示しました。これは2年次から選ぶコースになりますけれども、これを見ることでスポーツ科学部の幅広さが分かっていただけるのではないかと思います。健康スポーツコース、スポーツ医科学コース、スポーツコーチングコース、スポーツ文化コース、スポーツビジネスコース、トレーナーコース。スポーツ科学という幅広い学問分野を
極めていただくわけですけれども、2年次からは徐々に専門性を高め、各自の興味関心に応じたコースに進んでいくということになります。このコースについては後ほど詳しく改めてご説明いたします。こちらの図はスポーツ科学部のカリキュラムの概要図です。1年次の導入教育から始まり、2、3、4と徐々に専門性が高度になっていきます。1年次には幅広い学問分野であるスポーツ科学を俯瞰して学んでいただくために、スポーツ科学概論やスポーツ教養演習が用意されています。そこで興味を持ったコースについてコースを選択していただき、コースの科目、基礎科目や選択科目を受けていただくということになります。さらに2年次の秋学期からはゼミと呼ばれる演習に所属します。ここではコースよりもさらに高度に専門化された分野について学んでいただきますので、そこで卒業研究も書くことになります。卒業研究はスポーツ科学部における学びの集大成と捉えることができます。スポーツ科学部では4年間のほとんどをクラス単位の組織に所属していただきます。1年次および2年次春学期まではスポーツ教養演習がその役割を果たします。2名ないし3名の教員に対し40名の学生が一つのクラスとなってスポーツ科学を幅広く学んだり、そして交流を深めたりするということが行われます。2年次の秋学期からは1人の教員に対して10名までのゼミがスタートします。そこではより同じ方向を持った学生同士が切磋琢磨することになりますので、非常に楽しい学びが待っているというふうに思われます。スポーツ科学部には他にも科目がございます。基礎科目というのはなるべく低学年の時に受けておくべき科目として用意されています。スポーツ方法実習はサッカーや体操などさまざまなスポーツをする実習であります。スポーツが苦手の方はこれに対して抵抗感があるかもしれませんが、専門家の教員が指導するのはもちろん、ティーチングアシスタントとしてその種目を専門としているような学生がいたりしますので、懇切丁寧にそして専門的に実技ができるように指導してくれます。友達もできますので非常に人気のある科目の一つです。コミュニケーション科目では英語や情報処理、そして基礎英語ではチュートリアルイングリッシュといって少人数での英語の会話を学んでいくということになります。スポーツ科学部では英語教育にも力を入れておりますので、基礎英語、チュートリアルイングリッシュではネイティブスピーカー1人に対して 2、3 人の学生で会話をしていくということになりますし、それ以降もスポーツを題材として英語を学んでいくスポーツ英語といった科目も用意されています。ここからは各コースの特徴について説明していきます。まずは健康スポーツコースです。健康づくりを通じて豊かな社会を実現するための能力を身につけます。つまり一般の方の健康を作るということがこのコースの目標になります。例えば青少年の体力レベルを上げたり、成人の運動習慣を身につけさせたり、高齢者の介護予防をしたりといったことがこのコースで目標としている内容になるということになります。また厚生労働省が認定する健康運動指導士の育成もこのコースが対応しています。続いてスポーツ医科学コースです。スポーツにおける自然科学的な知識を深め、身体運動の意義を探ります。スポーツ医学、スポーツ生理学、バイオメカニクス、スポーツ心理学などスポーツ科学の中でも自然科学系の領域の理解を促し、身体運動のメカニズムについて教育研究します。各親学問の測定方法や測定原理などを深く理解し、それを実践応用できるようになる能力を養い、中には研究者になる学
学生も出てくるコースの一つであると考えられます。スポーツコーチングコースでは、スポーツスキルを向上させるための技術的・理論的背景を学びます。またその他にも戦術や戦略について学ぶこともできます。そうしたことを背景に、トップアスリートが自分のセカンドキャリアとして、コーチになりたいということでこのコースを取るような場合も多いと思いますし、その他にもアナリストとして選手やチームをサポートしたいということでこのコースを選択する方も多くいらっしゃいます。スポーツ文化コースでは、現代社会におけるスポーツの在り方について人文社会学的な視点から学んでいくということになります。スポーツとメディアの関係やスポーツ社会学、スポーツ文化論、スポーツの歴史、舞踊論などがあります。最も広い意味でスポーツを捉え、人文社会学的な観点からアプローチし、スポーツの身体表現、遊技などが人間存在に対して持っている意義や文化について教育研究します。スポーツビジネスコースです。スポーツマネジメントやマーケティングを学び、多彩なスポーツビジネスの場で活躍できる人材を育成します。大きなイベントをどのように運営するか、そしてそれをどのように効果的に社会に還元するかといったことであったり、観客がどのようにしたら来るかといったことを実際に観客にアンケートしながら調べたりするといったことも行われている分野になります。スポーツ現場の最前線のビジネスについて学びながら、そのコンセプトやスキル、テクニック、ヒューマンスキルの等を身につけていくということになります。トレーナーコースでは、競技者を中心にあらゆる年齢層の健康づくりや体力づくりのサポートについて学び、実践技法を習得します。このコースではアスレティックトレーナーやストレングス&コンディショニングスペシャリストを目指す人が多いです。両方に共通して必要な要素として、救急処置やトレーニング、ハイパフォーマンス、テーピング等の知識が求められます。こういったことを科学的なバックグラウンドを持ちながらも、実際に現場でどのように落とし込むかといったことについて学んでいくコースというふうになっております。スポーツ科学部には70名以上の教員がおり、およそ50のゼミが開講されています。自身の所属コースに縛られず、自由にゼミを選択することが可能です。2年次から4年次まで同じゼミで深く学び、卒業研究を行う場になります。スポーツ科学部には2つのキャンパスがあります。1つは所沢キャンパスです。埼玉県所沢市にあり、東京ドーム8個分の広さを誇っています。西武池袋線の小手差駅から無料のスクールバスで約20分です。所沢キャンパスには図書館や校舎はもちろん、陸上競技場や多目的グラウンド、そしてスポーツホール、トレーニングルーム、アクアアリーナ等、スポーツをする施設も揃っています。さらにフロンティアリサーチセンターや MRI 室など 3CA の研究機器を備えた施設が整っています。もう一つは東伏見キャンパスです。東京都の西東京市にあり、西武新宿線の東伏見駅から徒歩1分の立地にあります。東伏見は早稲田スポーツの練習場がたくさんあります。野球場、サッカー場、ホッケー場などさまざまな練習施設があり、そして体育学部専用寮などもあります。そのため街を歩いていると体育学部の学生とすれ違うことがよくあります。スポーツ科学部生の卒業後の進路についてご紹介します。スポーツ関連分野に限らず、幅広いフィールドで活躍しているのがスポーツ科学部生の特徴です。右の図は2021年度の業種別の進路先を表しています。
12.1% が大学院等に進学しています。一般企業等への就職を見てみると、情報通信、メーカー、金融保険といったところが多くなっています。またスポーツ関連分野への進路は 43.6% と出ています。これはメーカーの中でもスポーツ関連のメーカー、マスコミの中でもスポーツ関連のマスコミといったところに就職しているものの割合が 43.6% ということになります。また入学時の志望進路に進めた学生の割合は 68.5% でした。続いて、スポーツ科学部で取得可能な資格であったり受験資格を取得可能な資格についてご紹介します。中学校高校の保健体育の教諭第1種免許状については、卒業に必要な124単位のほかに教職関連科目を30単位程度取得することが必要になります。日本スポーツ協会公認のコーチ、アシスタントマネージャー、アスレチックトレーナー、ジュニアスポーツ指導員については、試験を受けるための共通科目が免除されたり、専門科目の受験資格が得られます。資格を取れないと思うかもしれませんけれども、これらの資格については専門科目の受験資格を得ることですら困難な資格であったりしますので、この専門科目の受験資格が得られるというのは非常に大きなメリットになるかと思います。 NSCA ナショナルストレングスアンドコンディショニングアソシエーションの CSCS と NSCACPT という資格がございます。これらはトレーニング指導をするストレングスアンドコンディショニングスペシャリストであったりパーソナルトレーナーの資格になります。これらについても受験資格を得ることができます。健康運動指導士は健康スポーツコースでのみ受験資格を得ることができます。日本サッカー協会の CQTQ コーチは申請して資格を取得することができます。日本水泳連盟の水泳コーチについては受験資格を得ることができます。日本パラスポーツ協会の初級パラスポーツ指導員については申請して資格を取得することができるというふうになっております。以上で早稲田大学スポーツ科学部の学部説明を終了いたします。早稲田大学スポーツ科学部の受験を心よりお待ちしております。